はい、こんにちは、瑞風さんです。今日はね、芥田正彦さんの運勢を見ていきたいと思います。東大紛争、東大紛争、三島由紀夫さんとのバトル、一体どんな運勢をしてるんだろうということでね、見ていきたいと思います。パッと見た瞬間ね、藤原の住友ですかとね、いうことでね、思いました。平将門さんが関東で、ね、乱を起こしました。将門の乱、それと同時に、ね、西の方では、海賊の藤原の住友の乱が功をするように起こりました。そこでね、革命を起こして、もしかしたらその天下ひっくり返してしまうんではないかと、いうことでしたね。で、まあ当時は、まあ非常に民衆から、信長が出る前まではものすごく日本ではね、もう人気者でと、ね、ものすごい人気があったと、いうことで、ね、天下を取ってもおかしくなかった。そこでね、天皇の世は終わったと、ね、いうことになったかもしれないですよね。まあでもそれは失敗し、で、まあずっともうね、もう「古事記」「日本書紀」のようなね、もうずっともうね、苔の蒸すまでというね、この苔が蒸すまね、苔が蒸しても天皇の世が続きますようにというね、まあ「君が代」のね、歌詞の通りになってるということですよね。だからもしあそこで藤原の住友が勝ったならば、日本におけるその天皇制なかったかもしれない。共和国みたいなね、共和国とかね、合衆国みたいなね、感じになったのかもしれないしっていうね、ことなんですよね。まあというのも、その太陽山羊座の6度、16度にあり、土星とオポジションと、まあ、金星とオーブ6度ですが、5と、まあ、ちょっと遠いかなっていう感じはしますけどね。で、まあ、ベスタが5と、ベスタがこれに乗っかります。でね、ヤギ座の真ん中ってね、天王星に疑問を持つっていうね、ところです。伝統的なものに疑問を持つ、というような特徴、どう本当にいいのかなみたいなね、ところですよね。だから三島由紀夫さんが天皇、天皇陛下万歳と、腹を切った、ということとね、やっぱ関連してるんですよね。だからそれを追求していきたいということですよね。ですからもう日本はもうそこで、ね、将門の乱、住友の乱、失敗してしまって、もうずっともうね、日本書紀、古事記、もうずっとそう来てる。でもう日本の神社、天照、あるいは伊勢神宮、もう切っても切れない、もう我々生まれた時からね、もう切っても切れないものがね、ありますから。まあ今のタリバンと一緒ですよね。イスラム教のもう過激な教えが生まれた時からあればね、もう本当にもう変えられないと、もう言うことになったことね、がんじがらめになってしまって、で最終的にはその天皇万歳でね、みんな玉砕していったと、そしてまあ今現在アメリカの属国だと、このもうイライラしたもう何か、そういったものを持って、何かをやっていく、表現していくっていうね、そういう
星のもとに生まれた人なんだと思います。だからもうずっとそれでも天皇は尊敬、ね、尊敬されるためのことをやってね、バカな天皇でも何か側近がねしっかりしていて、直統、ね、直統させない、ね、こそこそっとね、部下を呼んでこそこそって言って天皇はこう仰さられておりますみたいな、ね、ことでね、直統を避けるとかね、神格化することに成功したとも言えます。だからその流れを組むんで、だけどもうね三島由紀夫さんもね乃木希典委員長からね、もう筋金入りのもう、ね、叩き込まれたわけですからね、あの思想をね、乃木希典から教わったじゃんもうねそうなるでしょうとね、先輩に昭和天皇もいてって昭和天皇も軍人ですからね、大佐ぐらいまで行ったんですけどね、まあお父さんが死んでしまうね、その大正天皇が死んでしまったんで若くして天皇になったと、ね、いうことで、本当はね陳がね連合艦隊率いて、ね、ミッドウェイ戦う、ね、いざ出陣じゃみたいな山本どけ南雲どけ世が率いるって言ってね、まあ、本当はそういう気持ちだったというねあのそういう気概ですよね、まあそれは無理にしてもねそういう気概だったと、まあ、そのぐらいのところで、まあ、学習院ですよね、今はもうスマートな学習院になってることでしょうけど、昔のその学習院っていうのはね質実剛健みたいなねあの筋金入りの三島由紀夫さんみたいな、人もを作っちゃうことはもう作っちゃうだろうなってね、うん、そういうことをねあの、まあ、そういうところで育ってきた人と、ね、例えばね日本もじゃあその天皇がルイ14世でねルイ14世だったらどうしますかみたいな、もう皇后がもうマリー・アントワネットみたいな感じでね、まあそれがもうやっぱりマサガードの乱ね、起こしたんですよね、まあ、だからそこでもし倒れてればって、ね、また違う未来ができた、ね、フランス革命みたいなことを日本で今、ね、その当時起こそうとしたとしても日本だとどうなのかなみたいなね、天皇を倒してみんなで共和制にしましょうって言ってもみたいな神道とかそういうね神道とかの人たちとかみたいなね分かりませんみたいなまあ合わないっていうねことなんでしょうね。だからね、だからそのアクターさんはねフランス革命みたいなことをしたい、ね、天皇を排除してね、共和制作りたい、ね、三島さんはその逆でね天皇を中心王政復古とか言ってましたけど、王政復古ってその中で天皇を尊敬しながらね、もうやっていくんだ、天皇中心にやっていくんだと、それをまた戻すんだぞとね、いうことで、まあ意見の、まあ、対立する右翼と左翼ブバーサスみたいなね、ことでね、東大全教徒、ね、駒場900番教室ね、教まあ1000人ぐらい入るところですよね。だから1000人の全教徒相手にね、三島さんは戦いに行ったと、いうことなんですけどね、うん、まあでも最後意外なオチがあったんですけどね、うん、だからまあ芥田さんっていうのはもう、まあ、彗星伊手の26度にあって水星、月とセクスタイル、ね、木星とセクスタイルで、この水星にねドラゴンテイルが乗ります。ドラゴンテイル、まあ、反体制ですよね、テイルって言うとね、うん、ゲリラ戦みたいなね、そんなような感じです。ですからまあ水星で、まあ、やってる後その後
地下演劇、地下演劇ですよね、うん、表ではない。ヘッドだったら表ですけどね。水星テイルで北野武さん、そうですよね、ヤクザ映画ばっかり作ってるみたいな、ね、だからもう正当じゃないですよね。だからもうね、瑞風さんもテイルのあるところね、テイルのあるところにね行くとね、ついついそっちの方行っちゃってね、こういうことなのかテイルっていうのはみたいな、ついついね、飲み屋もうね、汚い横丁みたいのあるとね、もう入りたくなるっていうね、ゴールデン街とかね、鈴なり横丁とかね、そういうとこ行くとね、なんかねワクワクしてね、なんか入り込んでいくっていうね、あ、これだなと思ってね、自分でもテイル、これだ、地下演劇みたいなもんですよ、だからね、なるほどっていうね、もう決して綺麗なみたいなとこじゃないんですよね、もう汚いみたいなね、あのもうそういうコットンクラブみたいなね、そういうようなね、ところがその地下演劇というね、ことを示していて、でこの伊手の26度もすごいんですよ、ね、だからもう論客といえばもうこの人ということですよね。藤原住友を連れてきたということなんですよね、歴史上の人物でいうとね。だから将門はね、もうね、まっすぐな、ね、誠実な、ね、民衆のために、苦しむ民衆のためにっていうね、ことですけども、住友はまた違ったというね、うん、もう将門の動きを見つつ、もしね関東平定したら俺もね、西をね全部平定してっていう、もうそういう腹積もり、まあ、だけどもその将門が負けてしまったら、もうスーッともうね、雲の子を散らすようにね、スーッといなくなっちゃって、というようなことでね、うん、まあ一応射手座って摩擦の日と言われてますからね、何かもうやるぞ、将門の乱だってこっちはよ、住友の乱じゃってね、やるときはガーッと燃えるんだけど、暖炉の火でね、摩擦の火ですから暖炉ですよ。でも何もないときは暖炉はね黙っている、ね、ということなんです。ですから燃えたでしょうね、芥田さんね、何、三島由紀夫が来るだとみたいなね、よーしみたいな、ね、まあそういうようなことでね、だからその全教頭の、ね、全学連、ね、の中にはね、三島をね論破して、そしてその場でね切腹させようみたいなね、そういう学生もいた、ね、そして三島のことをね筋肉ゴリラ筋肉ゴリラとね、脳筋にゃんこみたいなね脳筋にゃんこみたいな筋肉ゴリラみたいなね、ポスター作って挑発したりね、飼育料100円って、ね、1人100円以上って言ってね、払ってくださいって言って、まあでも三島は一銭ももらってなかったみたいですよね、うん、だってそのカンパ俺に半分よこせって言ってましたからね、そんなようなことでね、こう論客ですよ、これもしかもね、もうああ言えば上優みたいな、ああ言えば上優度数って、ね、言われてる上優っていうのはね、オウム真理教のね、今アレフ の代表の上優ね、まあ教祖なのかな、わかんないですけど、上優さんね、ああ言えば上優ということで、ね、もうへりくつを並べればもう世界一みたいなね、そんなあの言葉が流行りましたね、当時はね、ですから、まあ、論客としてはやっぱすごいなっていうね、そういうようなね彗星を持ってます。ただね、あのまあ小三角なんですよね、月とまあセクスタイル、場を見るね、場を見る能力とかね、まあ
何かこう気が利くとかね、うん、そういう能力持ってますから、子供をまず連れてくる、ね、あの赤ちゃん、ね、あの赤ちゃん今何してんだろうって一般人だそうですね、あの赤ちゃんね。でなんかね、あの赤ちゃんと並んでね、写真撮ってる、ね、写真撮ってましたんでね、それがもう今出てきたんでね、あ、この人があの時の、ね、赤ちゃんかって言って、ね、仲良さそうに並んで、ね、写真撮ってるって写真がありましたんでね、まあ気が利く人、うん、だからまあ気配り上手な人が多いんですよね、こう月水星って。だから最初があんとこ行くんだけどもね、その自然ってのは分かんねえんだよって言ってね、最初は突っかかってきましたね。でまあ三島さんもね、一瞬ムカッとしてね、なんだみたいな感じだったけど、まあ三島さんもね、待ってましたみたいな感じでね、話もよく聞きね、こっちの意見も言ってっていうね、まあ緊迫した場面でしたけどね、まあ赤ちゃんも連れてってって言って、でももうお互いねショートホープショップ強すぎるんですけどね、そのタバコみたいなショートホープね、4箱ね、芥田さん4箱ね、三島さん2箱ね、持ってて1箱あげたって言ってあ、逆か、1箱もらったって言ってましたね、1箱もらって返してないって言って、また返してないんだってね、返そうと思ったら死なれてしまったっていうね、ことなんですけどね。まあそれで、まあ最後あれですよね、三島さんにこうマッチでタバコに火をつけたりね、していましたんで、そのぐらいして、まあね、そのぐらいまあ気が利くっていうことですよね、うん、ですからね、まあそういったことで、あの赤ちゃんというあのね、でまあ途中ね、もうグダグダしてんじゃねえみたいな感じで、もうねヤジが入って出てこいって言って、ね、大きい声でこそ遠くから言うなって言って、ね、お前かって言って、出てこいよちょっとって言ってね、うん、どっちやるんだ俺かって、三島さんかどっちだって言ってね、言って言いましたけど、お前さんはなって言ってね、またまあでもこう月とか水星がこのぐらいまあね、しっかりしてればまあなんとか喧嘩も丸く収まるなっていうね、ところはあります。だから、まあ、例えて言うならね、河村市長みたいな太陽どぎつい、ね、だけどまあなんとか丸く収めちゃうっていうね。で政策もどぎついこと言ってます、どぎつい政策ね、名古屋をね日本一税金安い、ね、市にするって、市町村にするって言ってね、いや役所の人びっくりみたいな市役所の人びっくりみたいな、みたいな税収ないのみたいな、ということでね、まあでもそれをふんわり言うね、で金メダル噛んじゃったこともね、ふんわりこう なんとかヨロヨロヨロっていきながら、ね、なんとかごまかしごまかしみたいなね、まあそういうところですよね。なんとなくうやむやにしちゃうみたいなところもできるってことですよね。だからまああんまりこうきつどぎつい人を論客に送り込んできたら、それこそね控えている盾の会と VS ね、東大 ね連合赤軍みたいなやつともうね切り合いになるっていうことですよね、要するに、ね、まあでも切り合いにならなかったのはこういう人が論客だったからっていうことも言えると思うんですよね。でまあね太陽土星ね、太陽土星っていうとこういう配置をねはねは随分さん高校教員やってましたけどね、もうクラスにこういう子がいるとね、もうねまず反抗してきますね、先行みたいな感じで、ね、おいみたいなね、理不尽なことがあると、わーって言ってね、わーって言ってね、納得できないみたいなね、ことで。で、なんでこう盾ついてくるのかなってね、やっぱいつもは、太陽土星ってこんな感じなんだって、ね、身をもって、身をもって体験してますんでね。
ただやっぱりこういろいろ理由があって、お父さんがね、アメリカかなんか行っちゃって、ね、ずっと単身赴任で、お父さんいなくて、ね、でまあ多感な反抗期、ね、その時にお父さんに反抗しようとしてもいないと、ね、誰だと、ああ、あいつだと、ね、担任の教師だと、あいつ生意気だから、ちょっとね、ちょっとあいつにちょっと反抗するかっていうことで、父親に置き換えて瑞夢さんはこう攻撃されていたっていうことですけどね。まあでも怒ってやるね、で、なんだその態度はって言うと、もう怒るね、まあ話し合うね。だからまあ怒るっていうことも、もう仕事のうちっていうのはこういう生徒にね、怒ってもらいたいんですよね。だからね、怒ってもらいたいね。もう本当こんな悪いことしてなんで怒んないんだって言うんでね、そういうことですから。でお母さんじゃちょっとね、まあまとめきれないね。だからまあ男の人でないとね、力でねじ伏せるみたいな ね、あいつがちょうどいいだろうみたいな感じでね、まあ白羽の矢が立って瑞夢さんにバンバンバンね、反抗してくるっていう、ああこういうことかっていうね、思いました。芥田さんにとってその担任の教師っていうのは何かっていうと、負けた日本、で負けた日本でアメリカにね、へいこらする、ね、その日本で憲法も押し付けられる、ね、祖国になるみたいなね、だから、ね、革命を起こすんだみたいなね、そういうなんかこうモヤモヤしたもの、三島さんもモヤモヤしてるし、芥田さんもモヤモヤしてるね。芥田さんも自分で言ってましたね、共通の敵って何だと、ね、モヤモヤした日本みたいなね。まあアメリカね、アメリカっていうわけでもないし、アメリカ、でアメリカから押し付けられてへいこらしてるやつらみたいな、みたいなね、それを倒していこうというね、ことなんですよね。まあただね、ただもう本当に日本ではもうね、定着して神の国日本みたいなところをもうひっくり返そうとしてもいけないし、でもね、そのためにね、原爆なんかで多くの人死んだと、天皇万歳で死んでいったと、どうしてくれるんだとね、いうことですよね。だからまあフランス革命、ね、やろうじゃないか、もう天皇、はい、もう廃止ね、でもう共和制みたいな 共産国みたいな、共産国まではまあいかないんでしょうけどもね。いや、わかんないですよね。あの頃ソ連の台頭でソ連にくっつくみたいなこともできたかもしれない。だから当時の雰囲気として本当に革命起こっちゃうんじゃないかっていうね、そういうね、雰囲気だったんで、もうリアルだったと思いますよね、この討論会。このね、ヤギの16度。だからヤギ座と蟹座の真ん中ってやっぱそこに疑問を持つんですよね。疑問を持っていいのかなっていうね。ここまでやってきたけど、神の国日本でやってきたけど、これだけ戦死者出して原爆落とされてね、天皇万歳ってやったんだけど、みたいな ね、そういう疑問ですよね。そこがやっぱ人生のテーマということになってるんでね、そういう意味でそれを表現していきたいということで、地下劇場ね、劇団ね、ホモなんとかっていうやつをねやってると、いうことです。ですんでね、それでまあ金星はヤギの十度で海王星とスクエアということでね、恋多き少年、青年、もう大学生にして子供がいるっていうね、それ自体がもうね、金星、海王星ということですよね。で、また女優さん、中島葵さん、ね、女優さんと内縁の妻ということだったりとかね、女性関係も、高杉晋作ですか、そんな勢いです。ですからまあ
仕事離れば、まあああいうね、ところ離れれば、ベベンベベンってね、遊郭でね、何か歌をね、作る、ね。なんかそんなようなね、三味線弾いてそうみたいな、そんな感じですよね。うん、ですのでね、まあ高杉晋作タイプなのかなっていうね。うん、まあそういう破天荒みたいなね、うん、そういうイメージっていうのはもうこういうところからも、ね、見られるのかなっていうことは思います。まあとにかくね、あのこの山羊座の真ん中、蟹座の真ん中で、三島由紀夫さんはもう4室、もうこれはもう絶対ね、神道、ね、天皇で8室、ね、8室火星、ね、盾の会、ね、ということ、ですので、まあ絶対ね、その、まあ、右翼だなっていうね、もう右翼だなっていうことはね、わかるんです。で、日本の伝統の良き古き良き日本を大切にしたいっていう、その伝道者だと、ね、いうことなんです。まあね、だからてっきりね、芥田さんはね、水亀とかそっちの方かなみたいな思ったんですけど、もう違う、そこで悩む人なんだと、ね、悩んでるんだと、分かってるんだと、日本のね、八百万の神様分かってるんだと、分かってんだけど、じゃああの原爆で死んだ人は何、神様守ってくれたかい、そういうところがテーマの人なんだなっていうことがね、これでわかります。しかもベスタですから、ベスタがあればね、やっぱり支援者、ね、増えてくるわけですよね、うん、だから支援者も増えてくるし、その人のやることを後押ししてくれる人がいると、それがもうね、東大安田講堂占領みたいなね、解放区みたいなね、解放区を持ちこたえ得るのか得ないのかみたいなのは議論だったんですけどね、まあ、鎮圧されるでしょうそれは。でもそれはそれで良かったんだって、まあ芥田さん言ってたんだけどね、まあ早く言えば三島さんはそれじゃ甘いみたいなことで、まあ論争になって、まあそれでぐちゃ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 してるところ、君たちはなんだみたいなね、お前らはもうかったりんだよみたいな、出てこいみたいな感じになってね。でもね、話し合いの結果、どうやら共通の敵がいるらしいってことはもう確認したみたいな感じですよね、見てるとね。うん。で、最後。で、まあ、天皇の一言言ってくれたら君たちと戦ってたんだ。一生懸命言ってましたね、うん、で、あの最後学生からの提案で、僕たちと戦ってくれませんかって、もう天皇って言いました、僕はと、ね、戦ってくれませんかって言って、その時まあね、三島さんはノーって言ったんですよね。誘惑的であり、ね、誘導的でありみたいなね、悪魔的なことを言わないでみたいな感じでね、断りますって言ってね、断ってね、まあその会は終わりましたけどね。でももしね、三島由紀夫が全教徒を率いて、全教徒盾の会を率いて、また違うやり方で革命を進めたならば、共通の敵はもうね、もうイライラした心、ね、日本人のイライラ、占領されてね、憲法を申し付けられてね、なんじゃと、日米安保だとみたいなね、属国ってことみたいなね、そういったものをまずは倒すんだみたいなね、まずは自民党を倒すんだみたいなね、野党共闘みたいなね、そんなようなことで、もしかしたらあれ、市ヶ谷でのね、切腹ね、あれは早すぎたから、もし全教徒を、ね、率いたらどうなってたかなと、ね、司会の木村治君にはね、電話ね、
ありがとうございましたねって言ってお礼の電話木村さんがしたら、ね、三島さんがね言いました。君盾の会に入らんか、ね、そういうね誘われたって言ってね証言してましたけどね。でまあ結局あそこに行ったのはもう全部説得しようとして行ったって言ってましたよね。だから説得千人の全教徒を説得しに行ったみたいな。まあでもお互いね意見をぶつけ合って、ね、まあどうやら共通の敵、ね、共通の敵がいるらしいからとりあえずね戦おうみたいな、ね、うん、まあ、本当はもう三島さんとしては盾の会に入れたかったんでしょうけどね、まあそういうわけにはいかないからとりあえず一緒に戦おうでよかったと思うんですけどね。連携っていうことですよね、連合軍みたいな、まあ一応大将じゃあやらしてもらおうわみたいな、まあそんなね感じで革命は、うん、もしかしたらっていうね、まあそういうところです。だからもしかしたらっていう、まあ、要するにね三島由紀夫さんが平将門ならばね芥田さんは、ね、藤原の住友であると、でいう、まあだから全教徒盾の会、ね、力を合わせてね、まあ朝廷、まあね、まあ朝廷って言ってもルイ14世みたいなね、あの朝廷でしたからね、当時は、ね、貴族ばっかり裕福な暮らしみたいなね、贅沢三昧みたいなで農民ね苦しんでますみたいな、まあ同じですよね。だからルイ14世みたいなもんで、そんなもうところはもうギルチンじゃみたいな感じでね、うん、ですんで、まあだいたいね、あの芥田さんとの運勢も見て、三島さんの運勢も見てね、あこうそうだったんだみたいな、テーマがそこだったんだみたいなね、うん、だから瑞風さんの予想をした、もう予想を見事に裏切ってくれたっていうことで、あそっちねみたいな、そっちだったのかねっていう、あだから芥田さん今そういうことやってんのねっていうね、うん、だからお芝居見に行こうかなと思ってね、パッと見たらもう8月にの後半に終わってるからね、なんだ終わっちゃったのかみたいな、中野かみたいな、中野ちょっと行ってみるかみたいな、中野ブロードウェイでやってましたんでね、あの瑞風さんも久々に中野行ってみようみたいな、いうことでね、あのヤギカニ真ん中、だからその各サインの真ん中ってやっぱりね、そのサインのテーマについて疑問を持つんですよね。疑問を持つで反対のサイン、反対のサインが入り込んできていいのかとね、疑問を投げかけてくる、ね、そういうところでもう困っているところ。でもねヤギ座にとってカニ座を身につけたらね、もうね無敵なんですよ。でカニ座にとってヤギ座を身につけたらね無敵なんですよ。だからオポジションって両立って意味なんでね、うん、だから太陽と土星のオポジションということでね、それを両立させて無敵になっていくっていうね。だから天秤とお羊ね、で天秤ね、天秤とお羊どう違うんだ、ね、反対だけど、でお羊の人を見て社交的だってね、まあ占星術の会みたいなことを言ったんですけど、ね、それは違う、ね、お羊は社交的とは違うんだって言って、もうかなりね、戦いみたいになりましたけども、考えてみればね、もう全国優秀の名監督と言われている人たちのお羊座のことを見て、あ社交的なんだなって感じてたんで、もう天秤座を身につけたお羊座だったんですよ、ね、それならばねもう十分もうね
天秤座と言えるわけです。まあでもね、レベルが低いお羊座だったらもうね、天秤座みたいな社交性とかいうもんじゃないの、破壊者みたいな破壊者みたいになってねいるんでね。だからもうそういう同じお羊座でも十分ね、天秤座を身につけて完璧になってるそのお羊座の人とね、そうでない、身につけてない、混乱しているお羊座と二通りあるということですよね。だから芥田さんの場合、まあその両立を目指して、まあ蟹座の獲得ね、三島さんの言うようなね、八百万の神様の獲得、ね、ということをテーマにしてるんでね、あのバーサスっていうのもものすごく意味があったんだなって、まあ、そこに苦しんでる人なんだなってね、だから今でも、ね、75歳ですか、75歳でも演劇やってると、ね、いうことなんだなっていうことはね思いました。まあとにかくね、頑張ってもらいたいと思いますしね、いやちょっと行ってみたいなとだんだんね、思ってきてますね。だからまたね、告知があればね、ズイフさんの劇場に行ってみたいなってね、そう考えております。はい、ということで、チャンネル登録&高評価、よろしくお願いいたします。それではまた、さよなら。